してこんにちは。新宿太郎さんのステージなのに、はい、なぜか我々のという形ですけれども、でもなんかちょっとホームな気がしてならないですね。いいですよね、これはこれで、はい、はい、ということで、あの感動のルミさんの送別会の後は、はい、また感動のキャラクターステージの、はい、感動ですよ、感動しかない、感動の天丼ですから今日は、はい、参りましょう。さあ、では、はい、行きましょうか、行きましょうか、はい、はい、じゃあ、まずは、ちょろってマリッツのマグクールどうぞ。もうどうぞ、むせびないと思います。むせびないね、寂しいね、ね、ほんとね、でも、でもおめでたいからね、おえつしてますからね、もうね。さあ、そしてでは、はい、では、新宿ドラゴンズから、はい、ドアラ、シャオロン、マオロン、よろしく、はい、お願いします。さて、はい、出てきてくれました。ちょっとね、ちょっと涙をね、なんか歯が痛いみたいですけど、ね、大丈夫ですか。シャオロンさんは普通に出てくると、はい、パオロンさんも元気いっぱい出てくる。はい、さあ、みんな集まりました。はい、鬼が今日は一体何をするでしょうかね。今日はですね、お絵描きで対決していこうかなと思っております。なるほど、なるほど、わかりました。はい、ということで、はい、スタッフの皆様、はい、キャラクターの皆様にスケッチブックをお願いしていいですか。ペンをお願いいたします。すみません、先生、ありがとうございます。なるほど、絵を描くのは、はい、マー君とクールとドアラに代表で、代表で描いてもらう。わかりました。あの、言ってうまいので、はい、お二方もね。あ、そうですね、そうなんです。はい、なんか髪を分け与えてるのを無視するシャオロンさんね。はい、はい、さあ、お兄さん、ちょっとスケッチブックとペン配られましたが、いいですか。今日はどういうお題なんでしょう。今日はですね、まあ、いつも見ている仲間たちで、今日ここにいないメンバーがいると思うんですね。もしやマリーンズの、マリーンズのリンちゃんとツーちゃん、はい、で、まあ、今回2人描くのもあれなので、まずは、はい、リンちゃんを描いてもらおうかなと。なるほど、りんちゃんは絵が上手いからね、いつも自分で自由に描けますけれども、はい、さあ、マー君とクール、そしてドアラにりんちゃんを描いてもらって、はい、まあ、誰が一番上手く描けたかと。それはもうお客さんの拍手で決めていきます。そうです、もちろんもちろん。わかりました、はい、みんな OK ですか。では、お絵描きタイムスタート。まあ、言ってほら、はい、ドアラがあんまり上手に描けないのは、まあ、しょうがないですね。しょうがない部分もあります。一回しか会えないからさ、そう、言って、あのクールはね、毎日一緒にいるんだから。だってもうこれ確実に書いたものはネット上にアップされて後で怒られるわけです。そうだね、りんちゃんきっと見ると思うの。見ると思いますからね、さあ、どんなことになるでしょうね。ねえ、あれペンが止まったよ、マーク。まだ全く書いてないけど大丈夫全く書けてない。あの、身内を書こうとするとこういうとこあるんですね。なかなかね、どこまでなんか攻めていいかわからない。バッチリ、あ、クールの絵はね、クールバッチリ、ほんと、さあ、お客さんの拍手で来てますからね。クールもあんまり、絵を描いてるイメージがね、そうね、なかなかないんですよ。あ、小田原自信満々できた。わかりました、じゃあ順番に見ていくから、ちょっと待ってね。いいね、はい、マリーズチームがなんだか遅れてますね。煽ってる、煽ってる。よっぽど今回でも描いてるのかしら。ね、どこまでしっかり描いてくれてるんでしょうね。はい、じゃあね、もう5秒前ですからね。いい、5 4 3 2 1、はい、そこまで。よろしいですか。じゃあ一人ずつ行く、一人ずつ行く、じゃあ一人ずつ行こうか、うん、誰から行こう。じゃあ、クールから行こうか。じゃあクール、ちょっと真ん中へどうぞ。はい、クール真ん中へ。ではクールが描いたりんちゃん、せーの、ドン。おお、意外に、これちょっと見せて。あ、意外にこれね、上手じゃん、上手じゃん。え、なんか面白くないんだけど。ね、なんかてっきりゴキブリ描いてごまかすかと思ったんだけど。違ったね、今回ね。それを思い出したみたいに、ショック受けない。あの、持ちネタなんですよ、ゴキブリの山のがね。でも、名古屋まで来て書いたら失礼だから、それはやめて。まして、りんちゃんゴキブリって書いたらね、後が怖いって話。はい、じゃあ、クールは意外と上手でつまらなかったんで、次行きましょう。バイ。じゃあ、次はどうする、お兄さん。どっち行く？あ、どうだ？どうだ？じゃあ、マー君。ハードル上げたくなっちゃう。じゃあ、そこはお姉さんに聞いてれば、お姉さん。じゃあ、いいよ、マー君の見せようか。マー君ね。はい、では、皆さん準備はよろしいでしょうか。マークが描いたりんちゃんです。せーの、ドン。なんかまた微妙な反応だけど、これどうかな。これまた結構、これは結構特徴捉えてるよ。味を食ったよ、ドアラ。
これ俺買ったぐらいな感じですよ。やっぱりなかなか本当にリーちゃんさすがに思ってるね。よかったよかった。これだったらマック大丈夫、怒られない、うん、冷静よかった。さあさあ、ではちょっとドアラはでもほらね、何回かしかもらってないからね。ペプとかペプとかどうかな。じゃあドアラ今回自信ある？ OK バッチリバッチリ楽しみだな。ではドアラが書いたリーちゃん、せーのドン。何事とかってことかな。いやいや、そんなことはないかな。次会った時ちょっともらえちゃうよ、きっと。ねえ、あ、ショーロも書いてくれたので、ね、はい、ちょっと見ててもらってもいい。じゃあショーロが書いたりんちゃん、せーのドン。かわいい、キラキラしてる。あ、けど、まあ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 、なんかかわいい、ね、こういうキャラクターみたい、かわいい。で、これ一応何、あの審査する。そうだね、一応審査する。ショーロも書いてくれて、ショーロも書いてくれてないからね。じゃあ、はい、審査しましょうか。はい、ではドアラが描いたりんちゃんがいいと思った拍手。いっぱい必要いな。フォームだから大丈夫これ。じゃあ、まるちゃんが描いたりんちゃんがいいと思った拍手。あれ同じくらい。じゃあ、はい、シャオモンが描いてくれたりんちゃんのがいいと思った拍手。じゃあ、クールが描いたりんちゃんがいいと思った拍手。そんな風に洗ったの聞いたことないわ。ってことは今の拍手だとクールかな、はい、クールかな。クールかな。じゃあクールが優勝、拍手拍手。めっちゃ悔しがってる。だってお姉さんこんなにいいちゃんのだったら一緒にショーできないもん。ねえ、やばいよね。はい、ということで以上、はい、マスコットミニステージでございました。ありがとうございました。市場でやるかもしれないということですね。はい、ということでキャラクターの皆さんありがとうございました。さて、はい、引き続き、はい、こちらのステージまだまだ続いていきます。はい、続いてはね、お待ちかねドラゴンズとマリッツのコラボレーションステージでお楽しみいただきます。皆さんどうも。